株式会社、リープ神奈川営業所の千葉と申します。はい、事業内容は、2トン車4トン車、車両を運行させまして、一般の配送を行っております。配送エリアは、神奈川、東京、埼玉、千葉がメインですけども、たまに静岡に行ったりとか、いう感じですね。はい、月に1回、ドライバーのミーティングを行いながら、危険予知トレーニング、ヒヤリハット、安全マネジメントってものを取り組みながら情報の共有ですね、ドライバーさんとしてこういうところが危ないよとか危なかったよ、あそこの地道はここが危険だよとかいうものは必ず全員で共有をさせて、あとは必ず1日1回は挙動大丈夫っていうような会話をしながら、体調を見てあげたりとかですね、運行の後のですね、そういうのはやっぱり気をつけてます。やっぱり事故を起こしちゃうとドライバーさんもそうですけどね、やっぱ大変な思いしちゃうっていう部分がありますので、安全な輸送をするためにどう取り組むかってことはいろいろ考えながらはやらせていただいてます。身なり態度、対応、言葉遣いっていう部分がお客様に通じる仕事なんで、そこをやっぱり重点的に、見させてはいただいてます。期間を設けて、同乗して、仕事が安全にできる、自分でできる、フォローができるっていう体制にしてから初めて現場に出すようにしてますね。だから不安を持たずに現場に出してあげる。で、現場に出た後も全車デジタコアついてますんで、どこに誰がいるかな、何やってんのって形で聞けるような体制にはしてますんで、うちの従業員にも言ってますけども、やるときやって、ふざけるときふざけようよっていうメリハリをつけながら、楽しい職場、ドライバーさんにとっても楽しい職場であって会社にとっても楽しい職場、それはやっぱり事故がなかったりとか売り上げっていう部分でもクリアしてたりっていうものがあってからこそなんで、僕たちが今上げてる売り上げ年々上がってますけども、これは僕ら配車マンじゃなく、うちの経営者でもなく、やっぱりドライバーさんも含めて、みんながやっぱりやってきてる結果なんで、その辺をやっぱりまだまだうちは目指したいっていう部分と、あとは自社のブランド力っていうものをつけたいと、例えばうちの会社に入ってよかったねっていうような会社を模索しながらですけどね、やっぱ目指していってますんでっていう形です。他の運送会社さんとはやっぱり違うっていうのは僕は感じてますんで、やっぱりやればやるだけ稼げるだけじゃなくても仕事の面白みを見つけたりとか、みんなでフォローしながら頑張れる会社だとは思いますんで、よろしくお願いします。神奈川営業所班長をやらせてもらっています和光と申します。勤続年数は、このリープが立ち上げてからの勤めになりますね。2年半ぐらいになります。長続きしてしまうような、魅力ですかね。自分が荷物を積んで配達をしてっていうのが、重い荷物のあんまり好きではないんですけれど、達成感があるような仕事ですかね。仕事がなくならないが一番、無理してでも休みの日働きたいって言えば仕事を出してくれる。でも朝早いんですけど帰りも早いっていうメリットです。はい、仲いいですよ。やっぱ年配の方がうちの会社多いんで、私はちょうど中間ぐらい、49になりますけれど、みんな和気あいあいで、ニコニコしながらやっていますね。はい、本当に環境のいいところなんで、運転の好きな方、それとあと地方とかね、いろんなところ行けますんで、ぜひ機会がありましたら、一度来てもらえればと思います。ドライバーの沢野薫です。年齢が34歳ですね。で、入社まだ2ヶ月です。求人サイトを見ていて、でこちらの求人内容と、で面接に来て、求人内容と面接で聞いたお話とか、しっかり合っていた。今までちょっとそれは失敗した経験もあったので、いろいろお話を聞いて、こちらだったら安心して働けるなという入り口からだったので、こちらに来ました。明るくて、いろいろ相談もしやすいですし、あと全員のことをちゃんと把握している方なので、ちゃんと見てもらえてるなという気はしていますね。まず運送会社という時点で安全運転、無事故無違反で、それに多分業績もついてくると思うので、信頼をしっかり得て、これからも会社が大きくなればなと、で今いるポジションが自分も上がればなとは思ってますね。
まあ、うちの会社若い人が少ないので、若い人、まあ僕よりも全然上の方もいらっしゃいますので、年齢問わず来ていただければと思いますので、ぜひ一緒に仕事ができればと思います。ドライバー求人サイトの